日本のオタク産業でもっと危機感持った方がいいんです。アメリカにいると全く日本のコンテンツが入ってこないんですよ。海賊版撲滅僕は異世界ものとか転生ものとかがまさに日本人が今抱えている鬱憤をそのまま、そうですね、表現していると思うんです。だから環境さえ変わればそのアイデンティティも変われるっていう、なるほど、ね、結構学べるんじゃないかな、あ、面白いです。グローバル化できるなって思っていて、どうやってアクセスを一番広く開けるのかっていう、ストーリーを大事にしていけば、まあ、トップを取るには全然できる話だと思っています。内容 の意味ですと、そこまで意識、海外逆に意識しないでほしいかな。女性の主人公がやっぱりちょっと優柔不断とか、アメリカ人からしたらもう選べよみたいなやられたらやり返す、倍返しだ。はい、黒船始まりました。前半はですね、本当に日本のエンタメ産業を分析しつつも、皆さんのアニメ愛がグワーって伝わってきて、いや大好きです、大好きで、本当。あと推し文化っていうのもいいとこもあるけど、もしかしたらそれが、まあ、グローバル化の、まあ、壁になってるんじゃないかって、結構深い話もありましたし、デスノートの話が全然出なかったですね。はい、先ほどちょっとお話しました。なんでデスノートが出ないんだろうと思ってたんですけど実は先ほどなんかその3人で話してて、はい、そう、デスノートは本当にそのなんかおべえにも、まあ、おべえの好みに合いやすいかなと思ってて、ストーリーとしてはやっぱり、まあ、ミステリーとか探偵もので、はい、で日本らしさもやっぱり東京の舞台だったりとか、あと死神っていう出たりとか、現実っぽいところありながら日本のそういった、まあ、文化というかその偶話的なところも混じってるので、かなり魅力的かなと。そうですよね、うん、お二人もデスノート好きですか？いや大好きです、本当に、はい、やっぱそういうところもあって、なんかこう日本の高校生って普通はどう、で全然普通じゃない方はどうなのかっていうのが分かってくるので、めちゃくちゃストーリー性的にはすごいと思います。誰が好きですか、デスノート？あ、ライト、あ、はい、あ、死神の目欲しいです持ったらちょっと怖いですよ、はい、エール大好きです、ね、はい、ということで、ちょっとこういう声をですね、実際街の中で聞いてきましたので、まあ、日本のエンタメについてどう思ってるのかってピボットが取材してきましたので、ちょっとご覧ください。日本のエンタメってインドではどんな感じですか？はい、インドで一番バズってるのはアニメの方なんですね。呪術廻戦とか、あのスパイファミリーとか、あの君の名はとかは非常になんか盛んで、あのネットフリックスとかでも1位になるんですよ。本当にもうトップ1位に出るんですね。なんか文化とか全然違うと思うんですけど、やっぱり理解できるんですか？文化が違うからこそすごい面白いと思うんですね。あのなんか自分もそうだったんですけれども、日本で勉強したこともないし、でも日本のこう高校生時代って最高だなって思って、なんかこう日本のアニメ見るとみんななんかこう高校生がワイワイしてて、なんかすごいあのなんかこう友達と遊んだりとかするっていうのを見ると、やはり日本って最高な国だなとか、これってインドにはない部分だなって思うところがあって。インドどんな感じですか、高校生活は？高校生活ってどちらかというとこう遊びよりは一生懸命真剣に勉強しよう、なんか高校生時代に頑張らなければもう大学には行けないっていうのがあって、自分は部活とかもヨガの部活とかだったんですけども、中学生の頃は。でも高校生になってからは部活とか全部やめて一生懸命勉強ばっかりするっていう感じで、もう1日にもう10時間も8時間もずっと勉強するっていうことがあったんですね。アメリカで日本の音楽って聞かれることってあるんですか？はい、人気のアーティストはワノクロック、バウンディは結構人気と思います。なんで人気だと思いますか？多分 TikTok、 TikTok から結構起きました、広がって、はい。じゃあ今結構アメリカの方って日本の文化知るのは TikTok とか多いんですか？はい、そうです。日本のエンタメって何か好きなものとかありますか？もちろんあります。映画が大好きです。是枝裕和監督さんの映画ってご存知ですか？あ、是枝監督知ってるんですね。もう誰も知らないとか、歩いても歩いてもって、初めてと彼その映画を見て、日本語を勉強しようと思いました。イギリスとなんかハリウッドの映画ってよくあるのは、その敵とそのなんかいい人がいて、そこでなんか戦って結局いい人が勝つんじゃないですか。それはもうやっぱり楽しいしなんか面白いんだけど、日本ってもうちょっと複雑な、なんか普通の生活の中に喜びとかちょっとだけの幸せとなんか黒いところもあるんだけど、それを見た後に結構
自分の人生に対していろいろ反省させられることが多いんかなって。アイルランドでなんか日本 の、 そのエンタメエンターテインメントで流行ってることって何かありますか？本当の友達はアニメが好きで、うん、僕だけ毎週カメライダーを見ています。カメライダーのようなものはアイルランドに全然ない。子供の時からカメライダーを見ていました。日本のエンタメってどうですか？いや、日本のエンタメは最高です。日本のエンタメはもう僕めちゃくちゃ大好きで、もう時間さえあればアニメと漫画もう見まくって、日本のエンタメは最高だなって思いながら過ごしてて、中国からも本当に日本のエンタメは大好きだからアメリカじゃなくて日本に来るっていう中国の人もめちゃくちゃ多いです。ちなみにどんな感じなんですか今の中国のアニメ事情って？10年前のアニメとかだと本当に日本の足元にも及ばない作品だったんですけど、最近中国とかではその原神っていうのが、まあ、日本でもすごい流行ってると思うんですけど、その原神を作ってるミーホーヨっていう会社の創業者たちは10代くらいからすごい日本のアニメとかが好きで、将来俺たちもこんなものを作りたいって思ってできたのがそのミーホーヨーで、そのゲームだけじゃなくてアニメ市場とかも今どんどん中国は日本の言い方悪いですけどこき使われている人たちをかなり高い給料で雇ってどん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 アニメ市場を成長させていくんで、その中国にあるアニメ市場っていうのが世界の覇権を取るっていう可能性も全然あると思います。日本のテレビとかはどうですか？何でしたっけ、なんかその反応してる、あ、ワイプですか？ワイプそれもちょっとその日本のテレビ番組だと完全にそのそこまで確かにほとんどはもう絶対にワイプがもうどんな番組でもたまにドラマでもあるんじゃないですか。そこで誰かがずっとなんとか本当に大した反応じゃなくても誰かがなんかそこで見てるみたいな、なんでだろうね何の意味もないのにみたい。たまになんかすごく面白い反応とかはあるんだけど、よくあるのはなんかそうなんですかみたいな、ちょっと謎な反応がないかってだけど日本の生活の中でどういう風に反応すればいいのか、どんな反応がいいなのかって結構勉強になったんですよ、うん、それあれを見ることで、うん、あのリアクションを見ることで、はい、こういう時はこういう反応すればいいっていうのを、はい、って分かってきました。いやワイプこれもさっきやってたんですかね、ワイプ。僕らも確かにいやワイプって確かないですね。いやないです。そこまで活用されてもある場面はいたりはあるんですけど、はい、でもそこまで使われてないですね。本当に日本が普遍的な存在ですね。しかも大した顔表情じゃなくてドッとしてますよね。でもそれでやっぱ勉強になるんですかね、リアクションの。まあ、確かに、うん、あとは気になったことありますか、アナヤさんとか、うん、あでも絶対そのアニメがインドでは一番人気っていうのはやっぱりだなと思ってたところで、自分もまあインフルエンサー活動をやってて、急に2、3年前からインドのフォロワーがめちゃくちゃ増えて、今 25% ぐらいがインド人なんですよ。あ、そうなんですか。急にインドからもうわーって増えてきて、はい、あれみたいな。前私まあ多分5年前とかインドの親戚とかに見てボカロイドだよって言ってもみたいな感じの顔してたので、やっぱりすごい変わってきたんですよ。だからそうやっぱりアニメがすごいパワー持ってるっていうか、で特になんかそのアニメとか漫画からすごい文化を吸収できてて、特に私もその英訳されてる漫画とか読んでた時に、結構その英訳されたとしてもこの言葉だけは英訳されてなくて、下に例えば合コンが英訳されてなくて、合コンっていうのはこういうなんかパーティーですみたいな感じで英語で説明があって、ちょっとずつあこういう文化もあるんだっていうのが勉強していけるんですよね。はい、高校時代っていうところは結構魅力的で、はい、おっしゃった人は本当に共感できていて、そのイタリアも部活がなくて、でその通りで自分が部活を通えない割に、まあ、そのキャラクター同士のそういった部活楽しいというところ、まあ、本当に青春がバラ色というところが、まあ、全員あんな感じじゃないですけどねでもまあ一応高校生活とそうです、ねはい、まあ、やっぱり理想を重ねてる部分があると思うんですけど、はい、でもやはりこう自分ができなかったとか部分、でも作者たちもまあできなかった部分はちょっとこうそのまあ理想化して、まあ、その作品の中に取り入れたと思うんですけど、でも同じ意味で鑑賞者もできなかったとしたらそれを見てなんか癒される部分があるんじゃないかな。なるほど、うん、ちなみにイタリアの高校の青春ってどんな感じなんですか？サッカーとバレーボールそれやらなければ終わり帰宅部に帰宅部かサッカー厳しいですね。アナヤさん、アメリカの高校ってなんかもう
ハイスクールみたいな感じで、ね、まあハイスクールって感じですよね。プロムとかあったりとか。あ、プロムもあるし、もうやっぱなんか楽しみたいみたいな感じがやっぱりあって、うん、もう好きな格好で学校にパジャマで行くとか、うん、もうなんかもういろんな変な髪型とかしてて、もう自由で生きてる人がほとんどなんですけど、でもやっぱりなんかみんなで頑張ってなんかこう文化祭やりたかったし、運動会やりたかったし、なんか日本で高校生活を過ごすのが夢だったんですよ。で達成できなくて悔しいんです。文化祭、唯一の公開かもしれない。文化祭をやりたいんですか。文化祭やりたいです。あのお化け屋敷やりたい。だいたい少女漫画それ出てくるんですよ。屋上で弁当食べたり。そう、屋上で告白されたり。あ、もう本当告白はどこでするんですか。告白結構やっぱり日本独特ではないけど、でもやっぱり桜の木の下のこう桜ちゃんを呼び出すそれが憧れなんですね。憧れかもしれない。イタリア人はどこで告白するんですか。いや、告白しないですね。多分本当に自然になんかいつの間にかこう違うようになったみたいな。韓国とかありそうですね。日本と近いです ね、 ですかね。告白、男の方がもう告白するし、男は告白しない、男前じゃないみたいな。すごい。好きだったらちゃんと好きって伝えて、まあ、それで付き合うという感じですね。はい、カリスさんも告白しましたか。まあ、したことはもちろんありますね。はい、成功は、成功したこともあります。失敗したこともあります。はい、わかりました。ちなみに勉強事情はどうなんですか。勉強、高校の勉強。あ、はい、そうですね。やっぱりイタリアの場合が、まあ、その勉強、ものすごく勉強する高校もあれば、あまり勉強しない高校があるので、例えば医学に進みたければ、やっぱりものすごく勉強しないといけない高校に入るので、それ、まあ、インドの方も言ったように本当に勉強するしかないというか逆にその学校上がったらもうずっと勉強するみたいな。なるほど。ドラゴン桜とか読んでます。ドラゴン桜は分からないです、ね、あ、なんか勉強漫画あるんです、ね、だから東大、あ、だから東大、はい、あ、本当ですか、はい、テレビのリアルドラゴン桜として一応出てますよ。あ、出てるんですか、すごいですね、はい、ドラゴン桜ドラマの、なんで毎番組とか僕出てって、はい、そこでリアルドラゴン桜として出てました。ああの東大を目指す勉強漫画なんですよ。はい、面白そう。面白いですよ。結構みんな受験生は読んでるし、大人になっても参考になるというか。なるほど、なるほど、と、なんかインタビューでも知らなかったのは原神の話が出たと思うんですけど、あ、出ましたね、はい、僕も実はやっててで原神に関してやはりものすごくなんか世界中大ヒットした作品で、はい、であとアニメ風ゲームって、まあ、思われていて、はい、それは本当に日本の文化そのままをいい感じで生かした例かなと思います。つまりこうなんていう言葉でパクリではなくて、まあ、本当に日本の文化を尊重しながら、多分ミホイオっていう会社の人たちがもともとオタクであって、で日本の文化はものすごく好きで、それをリスペクトした上でなんかオリジナルコンテンツを作った。でもそういった意味でやはりこう悔しい文化、まあ、日本人ではないけど日本人のようにこう悔しい思うっていうのは、その日本のコンテンツがまあ中国の人たちにいい意味で利用されてると思うんですけど、でもそれも日本ができるはずなのに。確かに。で、まあ、その原神がそのスマートフォンゲームなんですけど、でもそれと比べて日本の、スマートフォンゲームは本当に今のすごく人気なものでも、それほどグローバル化できない、できてないですね。なるほど。それは悔しいかな、僕も思ってます。中国はまあ日本のお株を奪ってるというか、あの VTR でも気になることがあったのは、やっぱりクリエイターの方が中国に移ってるというのは、まあ、確かに日本ってやっぱ給料が低かったりとか待遇が良くないので、はい、行っちゃってたりすると、そういった意味で本当にもっと日本のそういったオタク文化をまあ尊重して生かしてほしいかなって。いやなんか日本のアニメ風のすごいグローバルコンテンツが中国から出るってこともありえますよね。そうそうそう、はい、でも日本ってもっと日本のオタク産業でもっと危機感持った方がいいんですね。今のいいところ全部中国と韓国に持っていかれてしまっていますね。今ミホヨがゲームで持っていたものすごく世界でヒットしたっていうのはあります。もう漫画の世界も、もう昔はもう日本漫画イコール日本って感じで、最近はもうウェブトゥーンが、韓国のウェブトゥーンがめちゃくちゃ人気でして、もう何だこの勢いだとすぐ日本の漫画市場も追い抜きそうな勢いになっているので、いや配給の仕方は日本でちゃんと考えてないんだと思うんですね。じゃあ漫画、まあやっぱ今時だったらまあちゃんとまあその手でまあ撮ってまあ読むのってやっぱ難しいから、スマホとかペラペラとか読めた方がいいよね。でまあそれに合ったようなそういうちゃんとまあ日本風のみんな今まで好きだったような風のそういう漫画を作って、それをウェブトゥーンという形で広め、まあ、世界中にうまいことも広めたからこそ、なそのお金も外貨全部韓国が稼いでいるって現状ですし、その勢いどん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 まあ広まっているというところなんで、じゃあオタク文化も日本が作りました、じゃあアニメ風のまあ画風もまあ漫画ですよ、アニメですよ、ゲームですよ、じゃあこれ作るならこれでもうそれ素晴らしいです、それだけ満足するんじゃなくて、そういう日本
オリジナルのものはどんどん他のところでまあ、パクられてるって言い過ぎですけれど、まあ、それに近い形でどんどん持ってシェアを持っていかれてるっていうのはやっぱり、まあ、危機感を感じた上でどんどん、まあ、そういうのを見習ってどんどん対策していかないと難しいと思います。もったいないですね。そこは本当に増やしと思います。いやどうすればいいですかね。どう思いますか。そうですね。まあ、例えばゲームの場合が、まあ、例えばスマホフォンゲームの話なんですけど、原神が僕も、日本のゲームも原神もやってるんですけど、例えばその、まあ、ガチャの、お値段だったりとか、原神が少し優しい目だったりとか、天井も優しいだったりとか、そこは日本は、最近のものすごい人気なゲームが、ちょっとこう原神の例が出てからちょっと天井がその作ったりだったりとか優しめにしたりとか、だからそこをやっぱりこう特定の少数派の意図を多分狙ってるのではなくて、本当に一般人を狙ってるので、まあお金がもっと優しめにして設定にしてこうもっと色めるとか、そういったやっぱり考えがそのまあビジネス的なのかもしれないけど、そうですね、少しかまあいろんな策はあると思うんですけど、まあ、もっとマスをね狙っていかなきゃいけないかもしれないですよね。あとやっぱり気になったのは TikTok で日本の音楽聴くっていうのが面白いなと思ったんですけど、いやすごい増えてきたと思うんですよ。やっぱりその TikTok が完全に音楽とかサウンドでできちゃってるので、はい、特にそれをなんかなんていうのボイスオーバーみたいな感じで歌わなくちゃいけない、はい、そこで初めて日本の単語とか知ってたりする人もいるので、そこでなんかバウンディも人気になってると思いますし、他の日本アーティストもちょっとずつ増えていくんじゃないかなと思います。なるほど、まあ、これもね流通ですよね。あのカリスさんがいや本当に、はい、あの配給の問題があって、韓国だともドラマとかもそうですし、まあ、さっきウェブトゥーンの話もありさ、あらゆるものを、まあ、世界にどんどん届けるスタートアップも世界に届けるのが大前提としてやってって、だからドラマ作ったら、まあ、それネットフリックスとかディズニープラスいろんなところで一緒に配給してますよってなるんで、まあ、世界的に広まっていくんです。そういうのはなんか日本ってとりあえず国内でみたいな感じでやるんで、それがすごいいいコンテンツ作ってて、いいアニメとかいい漫画まあ、作っていってもなんかそれが広まらない、すごいもったいないなって感じています。いやそう思いますね。私も TikTok ずっと使ってて発信してるんですけど、なんかアメリカにいると全く日本のコンテンツが入ってこないんですよ。で日本来てからようやく見てきて、あこんなのいっぱいあるんだって思ったんですけど、なかなか届かないですね。まあ、詳しくは分からないので、もしかしてその権利が譲りにくいとか、もしかしてそういった部分もあるかもしれないですね。もっといろんな手順とかその手続きとか簡単なものにすれば、もしかしてもっと世界に広まりやすくなるかもしれないですね。アメリカは、まあ、一種簡単な分類分けをすると、まあ、バッドガイズグッドガイズがいて、はいはい、まあ、いい人が勝つみたいな。でも日本は複雑で、まあ、仮面ライダーとかすっごい複雑じゃないですか。なんか果たしてこの人はヒーローなのか分かんないぐらいちょっとダークな一面があったりとか、この辺がやっぱり伝わりにくいっていうのはあるんですかね。あそうですね、はい、まあ、でも同時にやっぱり人間味深いというところがあるので、その文化としては、まあ、例えば分からないところあるとしても、そのやっぱり白黒という極端な白黒よりも多分鑑賞者に入りやすいと思うので、だから多分日本のコンテンツは愛されてるんですよね。あとで変身というところ、仮面ライダーもなんですけど、僕は結構変身が好きなんですけど、変身が好き日本も変身というのはかなりこう、まあ、僕アニメ量的と思うんですけど、あもうポケモンとかデジモンもまさに変身じゃないですか。やっぱりこう何かこう能力を獲得すると見た目も変わる、進化するというところ、それもやはりものすごく分かりやすくて、励ましになったりとか、こう掛け声一緒にこうキャラクターと一緒にこうセーラームーンとかやったりとか、これもやっぱりこう感じに繋がるかなと思うので、それも独特な部分と思いますね。なるほど、もともとセーラームーン好きだったのはやっぱ変身なんですか。そう変身かなと思いますね。やっぱり変身というところは分かりやすい、そのあこの人はヒーローになる瞬間は、そのもっと、まあ、自信がついた瞬間も見た目も変わるっていうところ、子供から見ればやっぱりパッと入りやすいので。なるほど、まあ、白黒つきにくい変身、他になんか日本のアニメの特徴ってありますか。そうですね、バトルもかなりその例えばエヴァンゲリオンの、まあ、一番その読めなれかもしれないんですけど、ただの物理的なバトルではなくて感情の戦いだったりとか、逃げちゃダメだ逃げちゃダメだとか、外の例えばエヴァンゲリオンの場合が、まあ、最後の、エピソードが、まあ、映画版劇場版と、テレビ版がそれぞれこう内面の戦いと外の戦いの同じ戦い語ってるんですけど、まあ同時に内面も語ってる部分もあるので、そこはアメリカとかそこまで内面っていう戦いがそこまでやっぱりこう大きな爆発だったりとかカーチェイスとかね。いや本当その通りですよね。そういうのもう本当に白黒みたいな感じなので、なんかこう特に私のアメリカ人の友達であんまり日本のアニメも慣れてない人だと、なんか日本のアニメってそういう一緒なんじゃないってもう完全にもう決まっちゃうんですけど、いざ見たら
こんな複雑なんだみたいなところでえヒーローじゃないんだみたいなそういうところですごいなんか考え方が変わってきて、だからこそ最近すごいなんかイケてるやつでもなんかそういうあでも僕はアニメ見ますよみたいな感じがすごい流行ってきてるんですよね。でもジョーカーとかそうじゃないですか、アメリカの映画結構なんかどっちか分かんないっていうか、バットマンじゃなくてジョーカーがだから受けるんですよね、まあ、でも最近は結構増えてる、なんかそのいわゆる悪魔の主人公みたいな、はい、でもそこまで10年前はそこまででもなかったです、まあ、ディズニーのいろんなこうマレフィセントだったりとか、それをやっぱり流行り始めてからそういった悪者目線で増えてると思って、そうですよね、まあ、矢神ライツとかも分かんないですよね、いいやつなのか悪いやつなのか、なるほど、やっぱそういう複雑なところもあるんですよね、なるほど。日本に来てコンテンツって日本の国民性が出てると思いますか？あ、ものすごく出てると思いますか、多分そのアニメの主人公たちが見た目が悪人だけど中身が日本人例えばだから、はい、それでやっぱり関係性だったりとか、そのツッコミ合う部分だったりとか話し方だったりとか、そういったこう、まあ、敬語の使い方だったりとか一人称のいろんな使い分けあると思うんですけど、その俺とか僕とかわしとかそういったところも かなり日本の社会も反映されてると思います。僕は異世界ものとか転生ものとかがまさに日本人が今抱えている鬱憤をそのまま、どうですか、ね、表現していると思うんです、ね、はい、だからもう人生やり直したいとみんな思ってるから、こんなもんやってらんねえなって思ってるから、そういうの抱えながらもう年功序列だ、なんかもう上下関係だ、なんか給料上がんねえ、なんかもう問題産生わーってなってる、結局もう現実逃避してて、だからみんなそう異世界ものとか天使ものばかり見てるんです。あ、もう現実は辛いから、はい、他の日本社会のもう縮図だと思うんです。へ、なるほど、異世界のじいさんみたいな。どうですか、精神科医として今の分析合ってますか？いや本当に合ってると思います。合ってますか、はい、合ってると同じ考えで、異世界もの本当にそういった人生がやり直しっていう、その大体その前世の主人公たちがまあ引きこもりだったりとかいじめを受けたりとか、はい、でそのでもその来世になるとまあいろんな社会的になったりとか、だから自分の憧れとか思い、まあ悔しい思いとかオープンだったりとか、その異世界にこうまあ表現していくみたいな形が、でもまあある意味でまあ現実逃避なんですけど、でもうまく使えば逆に建設的なものになるんじゃないかな僕思ってて、だから例えば主人、まあ、大体の主人公たちがまあ確かにそういった暗いとかその過去あるんですけど、でもよく見れば異世界が、まあ、環境が変わったけど主人公たちが同じアイデンティティを持ってるので、だから環境さえ変わればそのアイデンティティも変われるっていう、なるほど、ね、結構学べるんじゃないかな、あ面白いですね。全くこう社会的な、なんか社会的なものできない人間がものすごく人気者になったりとかあるので、でもそういった人が変わってない内面が、まあ、見た目とか変わってるかもしれないんですけど、そうか、自分のまま異世界に行ってここで成功したら、はい、環境が変われば同じままでも、そうですね、自分が成功できると、あ面白いですね、やっぱり自分のせいにしないっていうところが結構役に立つんじゃないかな。あ、深いですね。アナウンさんも異世界も好きですか？いや異世界はそんなに見てないんですけど、はい、でもなんか少女漫画とか少女 そのアニメの世界で言うと、はい、すごい日本の独特なところが出てると思ってて、はい、やっぱりその女性の主人公がやっぱりちょっと優柔不断とか、どうしたらいいんだろうとか、そういうなんかアメリカ人からしたらもう選べよみたいな、早くなんかしてよみたいな、分かんないみたいな、なんかもう本当にイライラする時もあるんですけど、でも同時にアメリカ人もちょっとそういう繊細なところもあるんですよ、なんかちょっとこうドキッとさせるみたいな、そういうのもあるからこそ一部の人はすごい好きなんですよ。でもだからこそやっぱり少女っていうよりかは少年はすごいアメリカでヒットするんですよね。今のアメリカの文化の女性がものすごく強くて、なんかこう男はいらないとかあるんじゃないですか。でもやはり、まあ、多分女性の中にはどうしてもそういった思いがどうしてもあるんじゃない、その、まあ、友情不安だったりとか、そういったこう大切にされたりとか、だからそういったこう文化に、まあ、アメリカの文化で育った人が、まあ、ちょっとこうアメリカのコンテンツで見出せないものがその日本のコンテンツは満たしてくれる可能性もあるかなと思います。そう、ね、女性らしい部分がちょっと飾ってくれるというか、まあ女性男性に限らずやっぱ弱い部分って人間あると思うの で、ね、誰もが日本っぽさを世界の人持ってる気がするんですよね。そうです、ちょっと曖昧な部分とか、ちょっとドキドキしちゃったりとか、優柔不断な部分で、そこにすごい差しにいってるというか、そうですね、そこが日本のアニメがガーって来てるところだと思うんですよね。あのユング心理学にあるじゃないですか、ね、男性でも女性的なものを持ってる女性の形で、ね、アニマとかアニマスって言うんでしたっけ、はいはい、そうですね。あとちょっと番外編だけど気になったらやっぱワイプ、やっぱあれ変だなって、まあ改めて気づいたんですけど、他に日本のテレビでここが変だよってありますか？ああ、まあ多分皆さん外国人が気になるのはその、はい、っていうリアクションだと思います。あ、リアクション、リアクション、みたいな、
リアクションものすごくなんか強調されてる。リアクションあそうですね。イタリアは違うんですか。そこまで違うんですね。確かに、まあ、アメリカもそうしないですよね。いやアメリカもそんなリアクションとかもこだわらないし、あとすごいいつも思うんですけど、なんか例えばしゃべくりとか見るのが大好きなんですけど。しゃべくり見てるんですか。めっちゃ見てます。すごいですね。でもたまになんかどうでもいいなって思う部分がそのなんか食べ物が出てきた時になんかあ、美味しいみたいな、そういう反応とかもみんなも待って、でも別になんか独特じゃないじゃないですか。あ、でもやっぱり日本ですごい言葉遣いとか綺麗ですし、はいはい、そういうなんか説明の仕方はすごいなと思います。やっぱプロだなと思うんですけど、アメリカ人からしたら美味しいか美味しくないか。で、テレビだから絶対美味しいでしょ。他の反応とかもないから、まあ、そうですけどね。そんなに見たいと思わないですね。まあ、いや、そうなんですけどね。はい、でもワイプもそうだと思ったんですけど、はい、なんかアメリカって全然ワイプじゃない、まあ、ないんですけど、でも最近のアメリカの YouTuber とかもうそういう SNS の時代で言うとリアクション動画がワイプと一緒だなと思ってて、ね、うんうんうん、日本が逆にそれを初めになんかちょっと早めに見つけたんじゃないかなと思ってて、うん、字幕とかやっぱりこう色付きのテロップ多すぎますか、はい、ちょっとピボットでちょっと使ってますけど、なんかなんか勉強にもなりますし、日本語で勉強なんかなんていうかもっとハッピーになるというか、あ、テロップはないですかね海外、そこまでないですね。なんでですかね、うん、あ、なんでだろう、なんか自分も分かんない、なんか勉強のために出してるのかなって、言語勉強でとか最近なので、そんなことないと思いますよ。なんか私たちのために出してる、あ、なんでそのために出してるみたいな。それはないと思いますけどね。考え方は違うと思うので、海外だとも韓国も含めてですよ、 Simply the best というものがあって、やっぱり大事なものだけ伝えろっていうところがあるんで、日本でも電車とかも乗ってますと広告とかあるじゃないですか。そういうのは文字多すぎもうなんやねんって、多すぎますよね。受けるなって、まあ、それ5分の1とか4分の1ぐらいしかもう韓国とかだとないので、だからもう何が伝えたいねんってのはすごい思います。多分結構視覚がその視覚の文化あるかなと思う。やっぱり漫画もそうですし、視覚で見る文化、はい、はい、見ることで学ぶとか身につける。簡単だとやばいじゃないですか。もう文字どんだけあるねんって、うん、そうですよね、まあ、漢字っていうのもあるかもしれないですよ ね、 そうですね。なるほど、うん、日本テレビ見ますか皆さん、まあ、しゃべくり見るけど、うんうん、他見ますか。あ、いや全然見ます。何見ますか。まあドラマとか見たりしてます、まあ、半沢直樹みたいな。あ、見ますか。あれどうですか、韓国にもありますか、ああいう土下座とか。そうですね、まあ、そういうなんか復讐みたいのみんなやっぱ 大好きなんで、もうやられたらやり返す、倍返した、それが俺のモットーなんでみたいな。半沢直樹知ってますか。あ、知らないですね、はい、でも 見ない。見た方がいいですよ、はい、あ、じゃあ見てみます、はい、まあ、銀行のね、すごいドロドロしたすごい企業ものなんですけど、めっちゃおすすめ、おすすめで出てきます、はい、ちなみに恋愛ドラマとかどうですかね。めっちゃ見てます。専門家、専門家、専門家やってきます。でも、はい、あの最近はそんなに見てないんですけど、5年前とかはすごいなんか面白いのがいっぱい出てきて。好きなやつは。あ、好きなやつ、あ、一番好きなのがあの好きな人がいること、山崎賢人さんが。おお、いいですね。ドラマですけど、はい、すごい夏みたいな感じの。夏みたいな。桐谷美玲さんが出てる、はい、面白いところが結構そのキャラクター、特に女性の主人公が結構なんかよし、やってやるぞみたいな、そういう感じの性格持ってたりするので、すごい見てて面白いし、なんかその人がなんか何かのために頑張ってるっていうのが伝わってくるので、すごいそういう意味でいいなって思うんですけど、最近はもっとなんか複雑な恋愛だったりとか、ちょっとこうなんか関係がわからないとか、そういうちょっとテーマが変わってきたんですけど、だからちょっとキラキラ恋愛とは違う感じになってきて、そうですよね、なんか複雑になってきてますよね、はい、うん、なんかアメリカのラブストーリーとは違うんですかね。アメリカのラブストーリーはもっとなんかコメディ、恋愛コメディみたいな感じで、なんか気づいたらこの二人がもう結ばれたみたいな感じの、ちょっとこう偶然的な感じと、 Enemies to Lovers っていうトロープがあるんですけど、実はめっちゃ揉めたてたけど気づいたらそれで好きになったとか、そういう設定がすごい人気で、はい、なるほど。エンタメもこのせいこうちょっと考えていきたいんですけど、なんか最後提言というか、まあ皆さんの愛は伝わったんですけど、あのこれだけ盛り上がるということはすごい可能性あるじゃないですか。だからどうすればもうちょっとグローバル化するのかっていうのと、あと今後どうなっていくかっていうのをちょっとそれぞれ聞いていきたいんですけど、はい、カリスさんからいいですか。はい、そうですね、僕は提言したいのは本当に1点しかなくて、ストーリー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 に尽きると思うんです。なぜ日本のアニメはこれだけ人気が出たのかって、結局ストーリーがあるからなんです。日本のアニメって素晴らしいストーリーがある上で、その上でじゃあ配役どうすればね、要はまあ声優を当てたりとか他をまあどんどん当てていくので、だからクオリティが単純に高いから、それをまあ見たその人たちが実際に自分のじゃあまあ人生も頑張ってみようかな、そういう気にさせてくれるから、まあみんなまあ見てくれるんですけれど、他の業界とかですね、
やっぱさっき言ったようにもうヘタウマとかとりあえずもう妥協しようみたいなそういう学芸会みたいな感じになっちゃってるのでまあそういうところやっぱりストーリーありきでそれ配役、キャラクターに依存するんじゃなくてアニメみたいにまずストーリーを重視していてもっとまあスカッとしたりとかもう大がかりなストーリーだったりとかそういうドラマとかももうチャッチーなお金出してかけずになんかまあほとんどのお金はそのまあ有名人がこの人を出すのにお金使えますよみたいなそういうことをやってるからな海外やっぱり受けないんじゃないかなっても思うのでだから例えば日本ってまあうまくいったストーリーでうまくいった例として例えばベビーメタルとかが挙げられてまあそれってまあ単純に可愛い女の子たちが出ますよってだけじゃなくて可愛い女の子3人が出ますけどそれでも彼らは彼女らは本当にトップのトップを目指してもガチでメタルやりますだからそういう物語に熱狂するから世界中のファンがだからもう海外のファンの方が日本のファンがはるかに多いのでやっぱり熱狂しているのでそういうねストーリーを大事にしていけばまあ日本がまあそうですね特にアニメに限り他のエンタメの分野においても、まあ、トップを取るには全然できる話だと思っていますその素材は持ってるんでだから僕はそんな日本のエンタメを応援したいですああいいですねありがとうございますちなみに鬼滅の刃とかどう思いますか僕も大好きでしたね、はい、すごいやっぱり凝ってると思っててやっぱ大正ロマンみたいなそういう海外のそういう人からしてすごい惹かれるような文化だと思うのでそういう鬼だったりとか、まあ、その時代の服装だったりとかその上でやっぱり物語があって、まあ、その炭治郎のまあ復讐の物語って言えばいいかなと思うんですけれどだからそういうところですね感動だったりとか涙だったりとかあるいはまあなんか火の呼吸だったりとか、まあ、そういうちょっと技みたいなその日本、まあ、ちょっと変身っぽいねそういう変身っぽい、はい、そういうところも全部混ざってるからこそなんかやっぱり惹かれたんじゃと思いますね、はい、そういったところもやはり、まあ、鬼滅の刃が受けた理由だと思います僕も大好きですなるほど面白い、うん、アナヤさんどうですかいやそうですねなんか個人的にすごい思ったことが、はい、そのまだまだ日本のアニメとか漫画とかそういう世界がまだまだグローバル化できるなって思っていて特になんか自分がこう近い例えばアニメ制作会社もすごい今インドに進出しようとあの力入れててだからすごいチャンスがあるんですよだからそういうのをどう、まあ、結構そのアニメがどうグローバル化するかっていうか、うん、なんかその同じその日本の技術がたくさんあるけどなかなかマーケティングとかそういうビジネスの戦略で海外行かないっていう、うん、その同じような感じでアニメもまあグッズだったりとかその著作権とかそういう音楽に関してもそうなんですけど、うん、海外で聞けなかったりとかそういうのあるので、うん、やっぱりそういうどうやってアクセスを一番広く開けるのかっていう前なんかキャリパミューパミューの時代で すごいなんか音楽とかフェスとか海外でめちゃくちゃやってて、はい、すごいヒットしたのに最近すごいちょっと下がってきた気がしてて、うん、なんかそういう原宿文化とか全く聞かないようになっちゃって、はい、なんか次はアニメなんじゃないかなと思っててそれをどう一番宣伝するかっていう、うん、あ確かに可愛いって後が続かなかったですね。そうですね。もったいないですね。もったいないと思います。わかりました。フランチェスコさんどうですか。そうですね。まずは海賊版撲滅。いやそうですね。なんかお金が逃げてってるんですからね。そこは一番、はいはい、早くやってほしいですね。あとまあ例えばそのテレビ今最近がストリーミングサービスとかネットフリックスだったりとかそのでまあテレビアニメ今多分日本の割合的にはテレビアニメの一番多くて、うん、でそのネットフリックスとかそういったストリーミングサービスここ最に広がるサービスに、まあ、転がるまでは結構時間かかったりとかそれも蹴りの話だと思うんですけどだからそこはやっぱりテレビ日本地上テレビではなくてそういったストリーミングサービスを最初から狙うとかあなるほどそうするともう最初からグローバル化できるんじゃないかなと思います、はいうん、でそれと、まあ、あと、まあ、その内容 の意味ですとそこまで意識海外逆に意識しないでほしいかな僕は思っててだから逆にそこは今のアイデンティティと思ってほしいかなと思いますあとコスプレ結構力になるんじゃないかなコスプレ、はい、思います、うん、本当にコスプレも本当にその好きなキャラクターへ、まあ、演奏したい人がいっぱいいるのでその日本から発祥したイベントとか、まあ、でコスプレできるみたいなものであれば確かにでプラスグッズも販売できるのがあればものすごく盛り上がりそうな気がします、うん、声優さんって日本素晴らしいじゃないですかどう思いますか、はい、そのまま出した方がいいですか、ね、そのまま出した方がいいなんかそのイタリア、はいまあ、イタリアの話なんですけど吹き替え本当にレベルが ものすごく下がってしまってやっぱりその幅が日本人の声優さんの幅がものすごく感情の幅が豊かなの でそのまま、イタリア語とか英語ではなくてわざわざ日本語のままで見ている人も
結構いると思います。あとちょっと最近本出したじゃないですか。あ、はい、ちょっと紹介してもらっていいですか。あ、はい、はい、そうですね、9月に、まあ、アニメ直接関係なんですけど、はい、まあ、日本のコミュニケーションを見るっていう古文書で出したんですけど、はい、まあ建前とか本音文化だったりとか、まあ、自分自身も日本に住んでから結構そういった切り替え不自然に思ってしまった部分があって、で、まあ、精神科になってからも患者さんの悩みだったりとか、やはり自分の本心が表せないとか、そこからいろんなカットが生まれてしまって結果としては病気になってしまうことは多い、気づいてしまったので、まあ、そういったこう、まあ、文化を分析したりとかで、じゃあどうすればもっとハッピーになるとか、ちょっとちょこっと話してみます。あの表紙もちょっとアニメ風じゃないですか。あ、そう、アニメ風ですね。なんでアニメにしたんですか。あ、僕は結構アニメ風の表紙と、まあ、ガチなコンテンツのそういったギャップが結構好きで、そうですね、だからそれ結構表紙にこだわってて、もともとそういった出版会社があまり表紙がそこまでそのつくことはないんですけど、新書ですもんね、はい、かなり、はい、表紙しないといけないというような意識が高い。いや、でもそういうところでもやっぱアニメの可能性というか精神、そうですね、はい、それもやっぱりイラスト、日本風のイラストを活用するのも、はい、結構文化を生かすところかなと。なんか海外にはないタッチの絵ですもんね。なるほど、なるほど、分かりました。いや、今後このテーマすごい盛り上がりますね。なんか どんなテーマやっていきたいですか。今後なんかもっとアニメ深掘っていきたいですか。まあ、スナックでもいいですけど、スナックでも、ね、はい、いいと思います。はい、はい、ゲームとか、ゲームも僕大好きです、ね、RPG とかシミュレーションとかずっとやってます。あ、最近は日本のゲームどうですか。やっとまあ盛り返しつつあるかなって思ってて、まあ、一時期もめちゃくちゃもう海外にも負けてたんですけど、やっぱスイッチが特にめちゃくちゃいい役割を果たしてくれたんじゃないかなって思いますね。マリオとかも最近新作と RPG 出ましたし、はい、でもそういうのはやっぱりすごいいいなと思ってます。ゼルダ その新作がなんか日本の経済をなんか上げたっていうなんか記事を読んだんですけど、はい、だからそれもかなり強かったかなと思います。いや、ゼルダ面白いですよね。なるほど、なるほど。はい、ということで皆さん貴重なご意見ありがとうございます。本当になんか普段見ているアニメが全然違った視点で見れました、はい、今日は面白いですね。いや、こんなにアニメで真剣な議論できますか。あと異常だと思います。あとやっぱワイプはやめた方がいいかも、はい、まあ面白いけど、はい、ということが今日分かりましたので、あの貴重なご意見ありがとうございます。本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。